ーク、ゴリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。本日、9月最後の月曜日、秋分の日に重なった第122回ニューヨークゴリンゴラジオ。今週も先週に引き続き、マサチューセッツ州はサンドイッチより、ガラス工芸士、松本幸美さんをお迎えしての放送です。先週の放送では、幸美さんの住むガラス工芸が盛んなここサンドイッチの魅力を語っていただき、またガラス工芸士として日本からアメリカへやってくるまでの紆余曲折なお話を伺いました。まだ聞いてない方はぜひ先週の放送も合わせて聞いてくださいね。そして今週はガラス工芸の同僚で師匠でもあるデイビッドと結婚をしたのですが、なんと勤め先の工房を辞めて独立すると言い出したご主人。さてそんな夫をどう支えていくのか。今週は夫であり師匠でありビジネスパートナーであり、またライフパートナーのご主人との関係や今後の幸美さんの夢や野望、そして人生の夢を叶えるためのアドバイスをいただいてあります。ではどうぞ。でそれでまあ最終的にはデイビッドと結婚したんですけど、ハッピーエンドじゃないですか。話が飛ぶけど結局ね、なんかいろんなことが重なって、そのガラスもあるいのその心の支えもあったりとかね、デイビッドの魅力もあったと思うんですけど、その中にはまあ、そういういろんなことが重なって、最終的に一緒になって、で私は割とそこの仕事場で幸せやったんですけどね別に、デイビッドはなんかもっとやっぱりこの決められたものを作るだけじゃなくて、もっと私にも機会あげてあげたいと思ったと思うんですけど、自分でクリエイトして作るものを、でそれで結局辞めるっていう時に、うん、一緒になる。そう。じゃあれみたいな、私もこのまま幸せにここで骨冷たいんだけど、ゆっくりこうね、あれみたいな感じで、ほんで結局まあ、自分らのいろいろまあ他のところで探してるとかって思ってたんですけど、自分らの工房を庭に、そうとうとう自分らの庭、そう庭で、やっぱりね、どこ行っても、まあ、基本的にデイビッドがその前の会社のオーナーと意見の食い違いで辞めるっていう風になったんですけど、それプラスやっぱりもっと今までの経験もあんのに、こんなちっちゃいものばっかりでどんどん安物売りになっていってたんですね、工房が。それよりももっとやることをしたいと、自分のができることをね、そういうのがあったから、他のところに行っても結局同じことの繰り返しじゃないかと、でも作ろう、自分らでやる、すごい決断じゃない。でしょ、ご主人すごい。もう私泣いて止めたんですけど、止めたんだそんなん大変やん、自分らで独立って工房どこにあるの、どこにお金あるんさみたいなね。そうでもなんとか作って、ジムラで建てて、すごいんですよ、この工房がマジで自分らで誰で作ったんですよね基本ね、いろんな人手伝ってもらいましたけどね、でも基本は2人で、基本ね、朝早く、もう2人とももう痩せ痩せ、うわ痩せた本当。あのブログの方にあの動画とあの写真載せておくんですけどこの工房マジで手作り、はい、あのキットで売ってたんですよ、安くでキットで作ったんだ、ね、これなんかめっちゃ大きいバケツに、あのボルトとナットが入ってて、これでつけてくださいみたいな手でねあのネジ巻いたって言ってましたよね。説明書なんか5枚ぐらいで何にもないね、説明疲れてこれつけてください、ほんまにそんな感じ、なんかこれとこれをつけたらこうなりますじゃんみたいな感じで、うわーだってね、なんか今ほらご主人に20歳年上だったじゃないですか、はい、でほらガラス職人を長くやってたから学ぶことも多いだろうし、そうですね、もう魅力がすごいあったわけですよね。そうですね、やっぱりですよね、だってね、
でもほら突拍子もなく仕事辞めて俺らの工房作るぞと、なったわけじゃないですか。まあでもそれも支えて一緒に、そうですね、工房すごい工房を建てちゃったじゃないですか。まあそこまですると、うん、やっぱりもうなんていうの普通の夫婦じゃないじゃないですか。そうですね。そんじょそこらのようにそうですね。私らまだ別れそうです、ね、られなくない。うん、なんかもうほら、いやもうそんなんもうお互い多分頑固やし、うん、花火みたいなパン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 っていう喧嘩になったりとかするから、もう大爆発みたいなね、どっから来たんこの花火みたいな、どっから来たんこの、この角度から見ても、うん、だからなんかよくもうやめようとか思いましたよ。もうやめようと、もうこんなん一緒にはいらんわ。いやでもこの工房作っちゃったら別れられないわ、うん、ね、やっぱりでもほんまにね、2人でねやってね、嫌なところも見せ合ったりね、うん、いろいろしたけど、ほんまにあの十何年まで一緒にいてるけど、うん、もうなんかずっと一緒にいてるみたいなぐらい相手のことも信頼できるし、向こうも絶対信頼してくれてるやろなっていうのはありますね、それは、うん、思いますね。これほら2人とも同じ職業じゃないですか。です、ね、同じ職業って勝ち合ったりしないんですか。めちゃめちゃしますよ。もちろんぐらい。だから花火なんだよ。そう、なんかあれめちゃさっきまで笑ってたのに、私ら今殺し合ってないみたいな。殺し合ってない。あ、すごいんだ、うん、でも同じ職業で、まあ、分かり合えるところとかも、ものすごいですね。できるところもありますね。だからその例えばあの仕事とかね、ガラスとかの話になったら、うん、それも止まらないし、うんうん、でもやっぱり一応、うん、私がよく忘れちゃうんですけど、忘れっぽいですね。デイビッドが師匠やから。あ、そうだ、失礼なこと言うたらね、やっぱりね。経歴長いし、そう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 、偉そうなことね、普通と思って、あのね、なんか家でなんかおならとかしてるから、なんか別にこんなおっさんやなとか思って、失礼なこと言うとやっぱカチンとくるみたいです。師匠だからね。師匠でしたね、そう言うたらね。リスペクトはしないとね。あかんのです、多分。あ、で、あの同じ職業で同じガラス工芸人、はい、職人なんですけど、はい、スタイルとかって違うと思うんですよ。そうですね、だいぶ違う。いや、あの私はやっぱり基本的にデイビッドと出会ってからはもうデイビッド の、うん、あの仕事のテクニックを勉強させてもらってるんですけど、あのテクニック的には本当に同じなんですけど、クリエーションみたいなところ、そうですね、やりたいこととか興味の、ガラスの中で興味のあることっていうのは多分すごい違うと思うんですよね、うんうんうん、私はもちろん技術的なことをチャレンジすることもすごい好きなんですけど、うんうん、色と色の組み合わせとかね、そういうなんかちょっと違うなっていうところ、違う色の、他の人とはまたちょっと違う色の作り、聞きましたよ。あのゆきみさん、かなり実はかなり有名な有名ちゃいますよ、どこで工芸職人と。マサチューセッツではブイブイ聞いたんですけど、あの独特な色使いの鮮やかな作品を作り上げる雪見みたいな。誰が言う、うちのおっちゃんですか、そんな言うと。私ちょっとリサーチしましたよ。あの州の、マサチューセッツ州の、あの集会議事堂に飾ってもらってね、飾れるくらいの作品を置いてるって言うじゃないですか。そうですね、よく考えたら、だからすごいのかな私って、すごいよ。全然、いや、たまんま方だけされてもらっただけ、すごい高いって。いや、あの色の使い方とか、で、あ、着物ボールこれ持ってこないと、このねえ、いや、そうだから、やっぱ色ってめっちゃ楽しいんですよ、ガラスの、うん、最初作り始めた時って、うん、私もともとなんか絵の具とか使う時でも、うん、色混ぜたりとかすることが好きやったんですよね。わー、でもあれ混ぜ方間違えた、そうなんですよ、なんじゃないですか。そう、ほんでね、ガラスの色って、うん、その時は、ま、もちろん最初の頃は知らなかったんですけど、うんうんうん、反対色を混ぜると、うん、まあ基本的にですけどね、反対色を混ぜたりすると、うん、茶色になるだけなんですよ。で、綺麗なあの赤の横に綺麗な青とかって結構できなくて、で、そう、なんかもう変な色のものばっかり作ってたんですけどね。そうだ、初めはね混ぜたらええわ思って。
ほんで、うん、そう、それでまあでもやっぱり興味があるから、うん、あの失敗の中でもなんか一部だけ綺麗なものとかあったりするからね、これってなんでなったんやろとかいう感じで見て、うん、じゃあここをもうちょっとやって、こんな感じでもうちょっとやってみようかなとかいう感じでどん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 やってて、うん、でまあやあのそういう色の出し方とか色の使い方とかっていうのはあのちょっとずつなんかお客さんからも反応があってだったんですけど、ある日突然ふっとなんかあのアメリカ人って日本の色とかっていうと赤とゴールドとかね、赤と黒とかゴールドとかね、うん、そういうのしかなんか思わないみたいじゃないですか、うん、あなんかそれってしょうもないなと思って、でも確かにその色もあるけど、うん、あの日本のほんまになんか綺麗な日本の和の色って言ったら、うんうんうん、あの中間色のなんかそれこそ色のね名前すら綺麗でしょ、うんうんうん、なんかナスの色とかね、ねなんかねそういうのある、ね、でしょ、うん、そういうなんかね緑じゃなくて、そう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 、そういうのをなんか私せっかくここでいろんな色使ってできるから、はいはいはい、そういうのを出してみたいなと思って、うん、でいろいろか、まあ、それがずっと頭の中にあっていろいろ考えてて、そういえばなんか私のおばあちゃんが昔あのお寿司屋さんやってて、すごい着物が好きでお寿司の仕事の時も着物着たりお出かけの時も着物着たりとかってしてて、でよくこうあの着物の色とあの帯締めの色がねすごいなんかね、んなんかこれにこれとかって思うのに、うん、はいはい、着るとすごい合ってたりとかね、それがなんかそれをすごい思い出して、私もこういう感じのね驚きっていうか、こういう感じのなんか日本のこと色とかって見せれたらなとかって、それでなんかねやっとなんかお客さんとか知り合いの人に私の思ってる日本の色はこんなんやねとかって言えるかなとか思って、この自分の持ち味みたいなね、そう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 、でそれでなんかやってみたいなと思って作ったんが、うん、今着物ボールって呼んでるやつなんですけど、うん、そう色を3色4色ぐらいつけて、うん、でそれをちょっとあの違った形で混ぜて、うん、で動きみたいなのも出しながらやってるんですけど、うん、最初でまあそれこそねガラス1回作ったらもう途中でやめてっていうことはできないから、あの最初から最後まで仕上げてしまわないとダメやから、うんうん、最初の色を作ってる時にもまあどうなるか分からへんけどとりあえず1個これはやってみようと思って、うんうんうん、置いてる時にあのデイビッドがこれ何色と何色と何色を混ぜんのって言うから、うんうんうん、この色とこの色とこの色混ぜんねんって言ったら、うん、えみたいな、そんなんなんか絶対なんかぐちゃぐちゃの茶色のなんでとかって言われて、まあせやななるかもしれへんけど、うん、まあやってみようかなみたいな感じでやって、で作ったらほんまに綺麗に出てきたんですね。でデイビッドもなんかわーみたいになって、で私もわーとかちゃんとできたと、でそれでなんか、うん、気に入って、でその夏じゃその次の年かぐらいにあのデイビッドと一緒に日本に帰って大阪の歴史博物館かなんかに行って、であの入ってちょっと行ったところになんかあのマネキンがね昔の着物を着てたんですよ、うん、ちょうどその色一緒 の, あの一緒の組み合わせやって、うんうん、ほらみたいな、これ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 そういう感じ、これ着物とか、うんうん、こういう着物の色出したかっていうとかで、そう、それであの、まあ、それで、まあ、そのからまたあのいろんなその同じようなデザインやけど違う色の組み合わせで、うん、いろんな違うものも作っていってるんですけど、あの出だしがそういう感じの考えやったからずっとそのシリーズは着物って呼んでるんで、おおわあ、あのゆきみさんのスタイルは色使い、そうですね、基本、まあ、だけで終わりたくはないんですけど、うん、でもあの色使いやっぱり楽しんでますね、あのいろんなことができるんですよ、うん、あのガラスの中のその色の作り方も、うん、じゃあ色の何ていうのかな形、うん、っていうのもあのいろんな種類で売られてるから、うんうんうん、スムーズな色も出せたりパウダーであのちょっとあのフォギー霧みたいな感じで出したりとか、うんうんうん、組み合わせでまた全然違う色が出てきたりとかっていうこともできるから、それなんかいつまでも結構興味がありますね。うん、
ご主人はどうなんか持ち味持ち味っていうかご主人の特徴っていうか、ああそうですね、ガラス、そうですね、彼は結構テクニック系が好きみたいですね、とかあのすごいはっきりした色が好きですね、うんうんうん、私のは意外と私結構フェミニンな感じやったんやなってガラス作ってて思うんですけど、割とソフトなものが私は好きなんですけど、デイビッドはもっとこう強いけどエレガントなシェイプ、おえでしょ、意外でしょ、結構なんか、なるほどね、意外なところがあのものに出てくるというか、意外な部分が面白いな、面白いですね、でしょ、ガラス、うん、ほら色の出方とか形の出方とか、うん、人間性の出方もかでしょ、なんかエレガントやで、あのおっちゃんみたいな、まさかデイビッドからエレガント出てくると思わなかったんですけど、そうでしょ、そうエレガントなの、そのだからこの線はねなかなか出せないっていう感じ、形のたまにこう私が物を作ってて、もう大体、まあ、例えば普通の、まあ、花瓶の形を作ってるとするじゃないですか、まあ、でまあ大体こんな感じでも結構そのエレガントになるかならないかっていうのはね、うん、ちょっとの差なんですよ、まあね、うん、大体いいかなと思ってこう、うんうんうんみたいな感じでやってて、うん、デイビッドが、うん、ちょっと貸してみるとかね、うん、来てもう一回温めてスーッと慣れたら急にもうエレガントってなるんですよ、わほんまになんか普通に立ってる女の子が、うん、こう背筋伸ばしてハイヒール履いたみたいな感じ、わめっちゃエレガント、そうでしょちょっと変えただけで、いつかそれになりたいなと思って、まあ、全然学ぶことありなんだ、なんですよ、目に見えへん、説明もできへん、あそうね、そう説明できないね、これどうやったらエレガントになるのか、そのちょっとしたことがすごい学ぶこと、うん、みたいな感じでいつも考えさせられるんですけど、あすごい、でも楽しそうですね、楽しいですよ、そう、だって何年もずっとやってきてるわけじゃないですか、はい、でも毎回が学びっていうか、いやだれる時もありますね超だれる時もありますね、あーみたいな感じでまた放送だからこれ言っとかないとだれる時あるな来たってめちゃめちゃだれますよ、まあ、やっぱり人間だからそんな毎回ね、毎回感動とかね、いや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 そうかそうか、やっぱりね、じゃあほらそんなねデイビッドとユキミさんの、はい作り上げた、本当に手から作り上げた、ね、手で作り上げた工房の、はい、もうビジネス PR をバーンとしてもらわないといけないんですけど、はい、はい、そうですね、そういうことも先頭、うん、そうですね、うん、うちの家の敷地に工房があって、本当に家の敷地でしたね、なんかそう入ってきた時は家かなと思う、家かなと思ったんですけどその裏になんかね、もう金属が来たらガーンと工房出てきますよね、そうなんですよね、で手作りのね、そう手作りで建てたね、うんうん、それに、うん、あのまあ、そこで吹きガラスをいつもしてるんですけど、うんうん、家の裏というか横にも、うんうん、あのギャラリーがあって、うんうん、でそこであの作り上げた作品も見れますし、うんうん、で工房はだいたい基本的に水木金しか吹きガラスはやってないんですけど、うん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 、そうね、今日日曜日だったので、ね、そうなんですよ、残念、見せて見てもらえなくて、うん、で水木金に来られた方はラッキーなことに吹きガラスを見れると、そうなんですよ、でもすぐもう私たちのワーキングスペースのすぐ後ろでもう日の暖かさも感じるぐらい、もう暑いんですけど、冬は最高ですよ、秋冬最高、最高シーズンだね、夏はちょっとね、うんうん、でもそれを見ると、うん、またただガラスのねミュージアムとか行ってガラスショッピングとか、そうなんですよ、なんとなく違うじゃないですか、そう違うと思うんです、高いなガラスみたいな、そうそう、だから私らのこうなんかその本当に仕事してるところですから、うんうんうん、どういう手順で一つのものが作れるかっていうのも見れますし、色もね、色もね、付け方とかもいろいろ説明しながら、うん、あの仕事もするので、誰か来はった時は、うんうん、誰も来てない時は説明一人で喋ってないけどね、でも、まあ、説明もしながらするんで、うん、結構理解もできると思うし、うんうん、なんか体験も
まではできないですけど、うん、本当に体験したみたいな自分で作ったみたいな気分になれると思うんですよね。だからあの本当に、ね、雨の日とか、うん、何もねビーチも行けないなとかいう時なんかは割と来てくれる人が多くて、でもあの本当にわざわざここまで来てもらってるみたいな気持ちになるんで、おじいちゃんおばあちゃんみたいな気分になるすまへんなみたいな、うちまで来てもらって、だからなんかそんな来てもらったら結構説明してなんかできるだけ楽しんでもらえるようにするんで、あの楽しいと思うんですよね。絶対にあのただお土産に、うん、あのガラス製品買うっていうよりも、うん、絶対に見ていった方が、うん、見た後の方が買うの時の、うん、心に残ると思うんですよね。ずっと持っててもあここ行ったなとか、こうやって作ってたなとか、うん、そういうのって嬉しいですよね。そういう感じで買ってもらえたら私らも、はい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 、ぜひぜひ。じゃあ皆さん、はいはい、いやグラスブローインなんですね、はい、あれ、はい、私もあれ書いたんです自分で。あの全部手作りなんで自分で、はい、じゃあ分からないんで、わでホームページも作ってありますので、はい、はい、あります。あのブログの方でね、はい、インフォメーション載せておくので、そうですね、よろしくお願いします。ゆきみさんとデイビッドの工房、はい、マクダーモットグラススタジオです、うんうん、マクダーモットグラススタジオ、はい、じゃあホームページはブログの方に載せておくのでぜひぜひあのいらしていただけると、はい、よろしくお願いします。それでは最後の質問です、はいはい、ちょっとお名残惜しいですね。ですね、楽しかったですよね。私めっちゃドキドキしてたんですけど、あ、そう、いやいやいや普通だったよね。普通にお友達と話してるみたいな、ね、お茶とか飲むの、ね、ね、そう、あの最後に一言、はい、リスナーのこのラジオを聞いているリスナーの皆様に一言何かメッセージがあればと思うんですけれども、はい、そうですね、うん、まあ夢、例えば何かしたいことがある時は、うん、私に能力があるとかないとか、うんうんうん、とか言うよりも、うん、とにかくしつこく、しつこく出たね。そうよね、うん、よね、そう、絶対何か来るので、うん、来るかな、うん、私もそんなガラスね、うん、そんなガラスなんて誰も必要じゃないし別に、うん、ねえ、女の子はなんかあんまり雇ってもらえない場所ばっかりだったんですけど、力仕事なんでね、だからもう、まあできないやろうけど、もうちょもうちょいできるかな、もうちょいここでやらせてもらえるかなっていう、ちょっとちょっとみたいな感じのしつこさが意外と二十何年今でもやってて、でなんかねやっぱりこんな風にしてね来て喋ってもらえるじゃないですか。ありえへんと思ってでしょ。だから本当にね、なんかしつこくやって、ほんま好きやったらしつこくなると思うんですけど、うんうん、やめられないからね。そうですね、で、うん、なんかそんなね、なんかさっきのこと考えたらなんか何もできないでしょ、うん、分かる分かる、うん、だからまあね、もっと本当はするべきこともあったのかもしれないけど。しつこく自分なりにね、うん、自分を忘れないで頑張ってくださいとね、楽しんで、うん、いやー ね, ね、私もじゃあこのラジオしつこく、もうしつこくやってください。あのほら好きだからできるんですけど、ほらお金にもなってないし、なんかねビジネスじゃないんだけど、ね、もしかしたらお金になるかもしれないとか、そうそうそう、ほんでね、もういろんな人に出会えるでしょう。そうなの、毎回いろんな人でしょ、ね、なんかものすごい素敵な気分になったりするじゃないですか、ね、今すごい素敵な気分です。私もだからね、やっぱりお金、うん、まあね、生きていかんとあかんけど、でも ね, そうね、いや、しつこくやっていこう、しつこくやってください。多分しつこくやってたらいつか来るよね、うん、絶対そう思う、なんか来ると思う、ね、これやれなかったら終わりだからね。そうなんですよ、そうでしょ、終わればいいんだけれども、いつでもね、終わるのはいつでも終われるでしょ、うん、そう、いつでも終わる、終われるから、うんうん、もうちょい、もうちょい、もうちょい、うん、もうちょい頑張りますよ、はい、うわえ、じゃあもう次回来た時同じやと思うんですけど、何ですか、このスタジオがドーンと、いやいや、そういうことね、うん、あの観光バスが押せ押せできて ね、うん、もうすごいことになってる、ね、でね、そしたら私また取材に来ます、よろしくお願いします。そしたら私今度同じでも、同じでも来てくれます。もちろんですよ、私もこう、お、来ましたね、うるさい、スタイレに、これ野外放送ですから、はい、ね、うん、じゃあ私もあのしつこくしつこく頑張って、はい、次回はインタビューをこう
インタビュークルーと言ったぐらいですね。もっとなんか大々的にね、大々的にもっと照明さんとかカメラとかそういうのがいて、そうですね、で、うん、そうですね、あの交通とかも止めてもらってね、止めてもらって、ピーポーピーポーなしで、そうそうなって、行きたいと思います。ありがとうございます。いや、でも本当にまだまだ学ぶことはいっぱいっていうこと。あ、もうものすごい、もうだってもうかなり経験は長いんじゃないですか。そうなんですよね、ふと気づいたら、うん、若くなかったんやみたいな。そうだからもう間に合うかなっていうぐらい、間に合うかなって。うん、ねえ、もういっぱいあるからね、まだまだ、もっと時間、もっと時間あると思ったら、あ、なんか足腰痛いしみたいな、目見えへんしみたいな、でもほら、デイビッドあたりになると、うん、もう学びきってる。いや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 、デイビッド もまだまだ、まあ、そういう話よくするんですよね、二人で、そう、やっぱまだまだやりたいっていうか、学びたいとか、作ってみたいこととか。ね、ガラスの中でいっぱいあるし、そう、もしも宝くじに当たったら、ガラスの色を今世界中で売ってる色を全部買って、うん、こうやって、そういうことなんだ。だって宝くじが当たったら家を買って豪華クルーズに行って世界一周とかじゃなくて、うん、ガラスの色、とにかくある全ての色を買って、でその横に小屋建てて、うん、でそこにちゃんと保存して、そこから使うとか。本当好きなんだ、好きですね。アホ、ほら、アホなんです。長くずっとやってたら、うん、飽きちゃうっていうか。でもそれ飽きた時は好きじゃないってことです。いやいや、飽きますよ。飽きるんだ。ちょっと話も、うん、飽きますよ。飽きるの、うん、もうそのものとかにもよるし、あの、なんか暑いし、暑い、暑かったの分かるけど。飽きるねんけど、うん、またしつこいかな。なるほどね。なんかほら、同じ作業とかをずっとしてたら、なんか眠たくもなるし。眠たくなるんだ。いや、でも、なんか。これは期待してたのは、うん、いや、好きだから、びっくりですとかってかね、飽きますよって言われて。飽きる。飽きるんだ。飽きるときも、もういいものすごいあるんですけど、いや、でもやっぱりなんか、また飽きて落ちたらまためっちゃ上がって、めっちゃ上がったらまた落ちてみたいな感じの繰り返しかな。どうしてもね、あの趣味と仕事が一緒みたいな感じやから、趣味だけになったらお金がなくなるし、仕事だけなら全然面白くなくなる、まあ、仕事だけでもやっぱりね面白いんですけど基本的に。でもやっぱりなんかね、毎日毎日コップ作ってたみたいな、まあ、やっぱりね、毎日コップ作ってた。いやでもほらね、間に合うかなぐらいだから学ぶことは。そうなんですよ、どうしよう、頑張らな、ちょっと、いや焦らなみたいな。ねえ、怠けてる場合じゃない、うん、そうなんですよ。ちゃんとね、そう、ちゃんと溺れずに、溺れずにね、うん、ちゃんとこう進んでいきたいなと。いや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 、いや今日面白かったですね。マジでこの話面白かったです。どんでん返しとかも、いや期待してた答えが返ってこなかったりすることもあったんですけど。ねえへへへみたいな。いやいや、じゃあぜひね、はい、皆さん東海岸に来たら、はい、まあ、多分ね、皆さんニューヨークとかに流れることが多いと思うんですけど。そうなんで、ね、ボストン都会にね、どうしても。ボストンとかに来るね。あっちもいると思うんですけど、本当にボストンから1時間ぐらいで来れる、はい、このですね、ね、ビーチも多いですし、ね、ビーチも多いし自然も多いし、はい、ね、そしてサンドイッチに、はい、このガラススタジオに来てもらって、はい、ガラスの、ね、楽しさとか分かってもらえたらいいと思うんです、はい、そうですね。いや、ゆきさん今日は面白い話とんでもない、面白かったです。ありがとう、もう緊張しちゃいました。しょうもないことばっかり言うって。ということで、はい、本日はガラス工芸士松本ゆきみさんをお迎えしてお届けいたしました。ゆきみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週はこの辺で終わりになります。来週はまたニューヨークに戻って通常の放送になりますので、来週も引き続きよろしくお願いいたします。それでは See you next week. Bye bye.